はい、こんにちは、野口です。今日はですね、ちょっと再生回数のお話をね、ちょっとしていきたいなと思いますけど、再生回数はね、まあ、大体そのチャンネル登録者数の、まあ、大体10分の1ですよね。あったら、まず成功って言われてます。だから、僕、今、975名。いやー、975名の、ね、方ね、チャンネル登録ありがとうございます。975名の場合は、まあ、97回、その動画があったら、まあ、成功ですね。で、ここで皆さん、分かってほしいのは、その日上げた動画が、その数字になるってことではないんですね。はい、日にちを重ねるごとに、回数は重ねていくっていうことですよね。じゃあ例えばね、僕の一番最初に上げた動画で「スプリング」という曲で、「スプリング」って親父で、あとまあ「スマイルアゲンコビ」とかこうやっていろいろあるんですけど、これなんかね、最初2015年の12月の20日にアップして、2016年の4月までみんな再生回数0回だったんですよ。だけどね、それでももう1000回超えたり、あと、スマイルアゲインコベなんてね、もうこれ1万回超えてますからね。だからこうやってもう月を重ねるごとに再生回数は上がっていく。で、チャンネル登録者数、だからね、すごい勘違いしてる方がいて、例えばチャンネル登録者数が1000名いたら、常にその再生回数は、もう4桁以上いくんだって。いや、それね、まれですよ。よっぽどの炎上ネタじゃないと、そのくらいいかないですね。例えばですよ、ヒカキンさんなんかが800何万人いますけど、その上げた動画が800何万いくかって言ったらそうじゃないですよね。やっぱり言っても100万から、200万ですよね。だからね、もうその再生回数に、再生回数っていうのはね、そのチャンネル登録者数の1割。まあ、これが言ったらね、これはもう成功って思ってね、いいというお話でした。はい。どうもご視聴ありがとうございました。